では次にですね、煩悩の中の義についてお話をいたします。まあ、義という煩悩、これもなかなか我々にとって深い煩悩であり、これを退治、これを克服しなければならない大切な煩悩であります。疑いという煩悩であります。この疑いという煩悩は、この無明から現れるとかありますね。無明、愚痴から生まれるのが義であります。まあ、早速、現状三蔵の、定義を聞いてみたいと思います。このようにおっしゃってますね。いかなるおか義とするや、どういうものを義の煩悩というのか、疑いの煩悩というかといいますと、もろもろの大理に対して猶予するをもって消と出し、よく不義の前本を遮る、遮るをもって業となすと、こうおっしゃってます。疑いという煩悩はまずね、先ほど言ったように心には全て対象があります。どんな心にもね、仏教では必ず対象が、この対象が存在する。この義という煩悩の対象は何かといったら、もろもろの大理なんですね。もろもろとは複数、多くの、仏教にはたくさんの大理、たくさんの真理が説かれています。大理といいますのは、これは明らかと訓読みしますように、これは真理のことを大理と言います。具体的には思想体のことを大理と言われています。思想体という真理を疑う。次、理、理論の理、道理の理ですね。これは真理という意味を表します。理という一字で仏教では真理を表します。まあ、因果の道理という真理ですね。仏教で真理といったら因果の道理ですね。まあ、他にいろんな真理がありますけども、本質はみんな同じであります。思想体という真理、因果の道理という真理、このお釈迦様が発見された真理に対して、これを対象にして我々は素直に認めることができない、受け入れることができない。猶予するをもって消とする。猶予とはこれはためらうという意味ですね。猶予、ちょっと待ってくれと、素直に受け止めることができない、素直に信ずることができない。猶予とはこれはためらう、これが義という煩悩の消、本質であるとおっしゃいます。たくさんの真理、もろもろの思想体、因果の道理に対してこれがあるがままに受け入れることができない、受け止めることができない、認めることができずにためらうのが疑いという煩悩の本性、本質なんだとおっしゃる。そして具体的な働きとして、まあ難しい言葉だから今書かなかったんですけどね、よく不義の前本を抑え、よく不義というのは疑わない善、ね、善とはこれね、疑いがあったらね、善はできないんです。疑いがなくなって初めて我々は善ができるんです。ただ、まず疑いをなくさないと我々は善がなかなかできません。誠の善ができない。だから仏教ではこの疑いという煩悩をまずね、やっぱりなくす必要があるんです。だから皆さんが信心決意をすると、悟りの第一ステージ、夜化という悟りを開けば、この義はきれいになくなります。で、特に親鸞という人はですね、この煩悩の中でもこれを強調されたんですね。これを中心にして、これ一つであなたは迷いの世界をへりぐっていると申し上げた。これが一番深いところにあるとも言える。疑いさえ晴らしたら他の煩悩も一気にね、減っていくとも言えるんです。疑いが一番厄介なのはね、何が問題かといったら、よく不義の前方を遮るとおっしゃってますようにね、善といったら疑わない、ね、仏の教えを素直に信じ認めて、前方、善の品物の品と書いて前方と言いますが、まあ仏教の善のことですね。この善というものをあなたが実践しないと幸せになれないけども、
善の実践を妨げるもの、これ障害物の障ですね。これ遮る、妨げるという感じですね、障害の障で遮る、妨げる、阻む、善というものを阻む、善というものの障害になるのが疑い、猶予、ためらうという心ですよと。これが具体的な働きだと。で、一番問題なのはこの疑いがあると善を生み出すことができない。だからこの後にね、もう一行あって、この最後の文章にね、善を生ぜざるがゆえにとありますね。この猶予しているからあなたは善をね、生み出すことができないんだとおっしゃってるんです。善を生ぜざるがゆえにと、こういうふうに文章続くんです。だからこの善を我々が実践するためにはね、この仏法僧、仏法に対する疑いを晴らしていく必要があります。だもっともっと質問していただきたいですし、わからないことは聞いていただきたい。で、仏教が誠であると、こういう思いになったらね、疑いが晴れたら善を、ね、やりたくなるし、やらずにおれなくなるしね、積極的にこの善に向かわずにおれなくなりますから。なかなか善ができないのはね、あれ猶予してるんですね。仏法に対する疑いがまだ残ってるんです。ただこの疑いを晴らすことが私はとても大事だと思います。だからこの疑いを晴らすにはやっぱりこういう聴聞ね、教えを正しく学ぶ機会を多く設けることが大事だし、また同時にね、そういう質問もどんどんねしていただければありがたく思います。疑いさえ晴れたら皆さんは善を生み出す、ね、どんどん善を実践することができるから心が成長して、あなたは幸せになれるんだとお釈迦様おっしゃるんです。お釈迦様は素晴らしい真理を説かれた。四正体といってね、4つの聖なる真理、ね、人生は苦しみであるという真理をまず説いた、ね、古今東西どんな人も苦しんでいる、まず一つ目の真理、ね、で二つ目が重体といいまして、苦しみを生み出す原因は煩悩にあると。諸々の煩悩が集まって苦しむ、こういう煩悩があなたを苦しめる、この人生が苦しみに染まるのはこの煩悩なんだとお釈迦様は説かれました。まずこの世のね、結果と原因、結果は苦しみ、人生は、ね、苦しみである、これ結果ね。それを生み出す原因は煩悩である。まずこの迷いの世界の結果と原因を明らかにされたのが最初の2つの真理。そして後半の2つの真理は、この煩悩というものを、これを滅することができる。煩悩をなくせば苦しみの滅した世界、これを涅槃と言いますが、下脱とも言います。涅槃の世界、煩悩が滅した世界があると説いたのがお釈迦様、滅体と言います。苦しみの滅した涅槃を説かれた。この煩悩をなくせば、これはなくすことができるから、まずは減らすところから入りますが、最終的にはこの煩悩を全て滅していくんです。これが滅体。そしてこの煩悩を減らす方法、これを八正道と言いましてね、八つの正しい道を説かれた。この八つの正しい道を実践することによって、確実にこの煩悩をまずは自覚し、理解し、この心を客観視して、そして徐々にこの心の汚れを減らしていく、なくしていくように持っていくのがお釈迦様の八正道の教え。この四つの真理、これをお釈迦様悟り開かれてまず説かれた。そして亡くなるまでこの四正体を何回も何回も説かれて、そして生涯を終えられました。また同じ内容なんですけどね、この正体は結果と原因、結果と原因だからやっぱり因果の道理なんです、ね、苦しみの原因は煩悩、煩悩によって結果、人生は苦しみに終わる。そして、八正道というね、種まきによって、滅体、苦しみの滅した世界涅槃に入ることができる。
因果因果を徹底して説いたのが釈迦様。もうこの我々のあらゆる現象、全ての現象ね、物理現象も心の、ね、現象も大宇宙全ての、この現象というものは全て因果の道理によって、動いております。これをお釈迦様は発見されたんですね。それを我々に分かりやすく説いてるから、しっかり仏法を聴聞されたら必ず疑いは晴れます。どんな人も疑いは晴れますから、だから疑いが晴れるところまで聞いていただきたい。この猶予しているから、これはまだ仏法の理解がまだできてないということですから、だから仏法の理解で決まります。仏法の理解でをどれだけするかで皆さんの幸福は決定しますから、まあこれ疑いという煩悩ね、これ私たちにね、深く自覚して、これがあなたを苦しめてるから、疑いは確実にだんだんと減らすことはできますから、仏法を聴聞したらした分だけ疑いは晴れていきますから、疑いをもっと晴れるようにね、積極的に前向きに取り組んでいただきたいと思います。でそれに仏教ではですね、こういう心の仕組みを教えます。我々がどうして善ができないか、これ不可善と言いますけどね、善を作ることができない、善をなさざる、我々どうして善ができないかといったらね、不信があるから、信じられないから、疑いがあるから、無明があるからと、こういう因果関係で仏教では、解き明かされます。この疑いという煩悩の一番根っこにあるのは愚痴の痴なんですね。いわゆる因果の道理がわからない心、これが根本にあります。自分の姿がわからない、この大宇宙の真理、始生体、始生体、因果の道理がわからない、これ仏教で愚痴のことを言葉を変えますと無明と言いますね。明かりのない心で、この無明が疑いという煩悩を生み出すと、無明から疑いという煩悩が起きてくる。でこの疑いという煩悩から人が信じられない、仏法が信じられない、この世が信じられないというのもね、疑いから起きてくるんですね。まあ不信も疑いも同じような感じですけどね、疑いから信じられないという心が生み出され、で信じられないから真剣に仏法が求められない、仏法が誠だと思えたらもっともっと真剣に求められ、悪を恐れ善に向かうことができるんだけども、なかなか善に尻込みするのは信じられないから、仏法がねまだ疑いがまだまだ残っているから善ができないんだと。だから焦点を絞るのはこの疑いを破るところ、その元にある無明を破る。だからやっぱり聴聞が一番大事なんです。教えを正しく理解する、教えを正しく聴聞することによって無明は少しずつ晴れていくし、疑いもだんだん弱くなっていきます。そうすると不信、信じられない心も減っていく、やがて善ができるようになっていきますと、まあ、こういう因果関係で、仏教では、説かれています。まあこのね、疑いという煩悩を私たちね、持っていると自覚したらこれをなくしていく、これはあのなくしていきやすいですわね。こう理性的な煩悩ですから、しっかり前向きな気持ちで、求めていけばこれは晴らすことができますから。はい、では。Thank you.